おいちょいカルぶっこみで、ちょいカルべで、はい、うん、じゃあ、素敵なデートスポットぐらいでどうですか。おー、いいね。ちょっと踏み込むぐらいと言われたね。かわいいぐらい、かわいい、踏み込むぐらいでね、はい、うん、じゃあサイコロ振ります。虫感ですよね。ナイスロール、ナイスロール、うん、でもこれセンスバレるからちょっと怖いな。確かに自分が100で出したものが、それが 100？ あ、さあさあ1いらない、1いらない、はいはいはい、これむずいな。じゃあ振ります。なるほど、ちょっと、あー、 OK、 じゃあ自分いっていいですか。あ、お願いします。はい、混ぜそば屋。混ぜそば屋だ。ちょっと低め？まあまあまあ。まあ低いやろうな。混ぜそばは低いな。はちょっと美味しいけどね。いや、お、うん、いやこれはまあ主観なんでね、まあ。うん。うんうん、なるほどね。いやこれはむずいな。俺行こうかな。はい。うん、はい、新橋のSL 広場のみ。のみ、のみ、え、ごめんなさい、詳しくないんですけど、なんかそういう、あれですか、なんか、もうね、にあの駅前にあの SL のなんかでっかい模型みたいなのがあって、まあ、あのよくサラリーマンがテレビとかにインタビューされる場所があって、新橋という駅では待ち合わせに使われる。のみ、そこだけ、だから、そこのみ、そのあとどっか行くとかじゃないんだ。そこがデートスポット。はいはいはい、そこでデート。そこでデート。なるほどなるほど。そう。真ん中くらいかな。え、テサより後ろか。そっか。なっけ、真ん中ぐらいだろう。もうかなり低いと思ってたけど。いや、かなり低いと思う。多分、かなり低いと思う。だって何も見るものもないし、遊ぶものもないし、食べるものもない。そうなんだ。人を見るみたいなね。人を見るみたいな感じかな。仕事に疲れたサラリーマンに囲まれて2人で。でしょ、そこで立ち話。性能見る。それはそうだ。なんか食べれるとかもないんすね。どうよ。うん、周りにそのだから飲み屋とか飲み屋街だからいっぱいあるんだけど、そこには行けない。なぜなら SL 広場のみだから。なるほど。そうか、なるほど、ね、うわこれ、いや悩むな。うわ難しいねこれ、ちょっとこれな、真ん中ぐらいだったらほんま難しそうやな。そうだね、難しい、多分すごい難しいと思う。あ、じゃあ、はい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 、錦糸町にある、あの富士屋のケーキ食べ放題。おお、都内で23区で唯一あるね、ケーキ食べ放題。ケーキ食べ放題、はい、なんか良さそうやけどな。うん、良さそう、だいぶ良さそうな気がする。結構良さそうやな、うん、おお、むずいな。ケーキ食べ放題、うんうん、そうだね、はい、はい、じゃあ、だいぶ高そう。市葉真央、そうですね、はいはい、ちょっとですね、私今すごい悩んでいます。僕も悩んでいます。同じく悩んでます。なんか寄ってそうな気はする、なんか全員の悩み。そうだね、確かに。いや難しいとこなんやろな。いや、これなんか誤解されそうだけど、このぐらいでいこうかな。いいよ、難しいな、これ。ちょっと、もうちょい、ステイ。じゃあ、ちはや行ってみます。はい、あ、お願いします。はい。食べログ 3.0 くらいの焼肉屋さん。うわ、相当低い。いっか、いや、食べログ3.0くらいの焼肉屋さん。3.0は十分。3.6? そうなんだ。あ、3.0 で。0だよね。0は結構低くない？いや、低くはない。3.0全然低くないよ。普通は悪くない、悪くない。へぇ。悪くないぐらい。あ、3.0 なら安心かなぐらいじゃない。ちょっと安心なんだ。じゃあ高いな。平均ぐらいの。そう。焼肉か。でも焼肉だからな。素敵かと言われると。デートで高くはなさそう。いや、ここ主観やよな。もちろん。ここが主観やねんな。分け方何ダメなの？乙女だね。いや、いや、そんなことない。
いやどうしようかな。俺行きます。はいはいはい。ちょっとはい、うん、ちょっと年季が入って少し座席とか少しちょっとくたびれてきてるぐらいのロイヤルホスト。あーめっちゃ入ってる。とはいえロイヤルホストや。いやでも新橋よりは高い気がすんな。うん、さびれたロイヤルホストですかね。さびれたロイヤルホス ホスト、はい、でもロイヤルホストよ。そう、そこでね、さってもね、ロイホっていうのがね多分ミソだなと思う。これむずいな。あ、じゃあちょっと伝わるかどうか不安だからチャットに一回書くわ。はいはい、じゃあ、はい、ゲガの素敵なデートスポット、うん、はい、恐竜科学博物館です。うわー、難しい。え、これクソ高いでしょ。いや、それはあなたがサメだからじゃないの。いや、博物館でプテラの私は全然そそられない。プテラの私はそそられないですよ。え、これ高いっしょ。違うの。バケウカさんは真ん中より下だと思います、これは。え、ちょっとバケウカの思い聞きたい。思い欲しいです、うん、そうだね、思い、うん、でも僕は嬉しいけど、僕がなんだろう、うん、そういう趣味じゃなかったら全然行きたくはねえなって思う。そうやろうな。うん、そうです。まあでもギリ楽しめるかなってラインだと思うなって思ってる。そこ踏まえると俺はこう、うん、うん、そう、うん、思いを聞いたらちょっと上に行きますか。でもどうだろう、ちはやさんといい勝負な気がするんだよな。ちいちゃんとあのバケウカ、これ逆はあると。あるね、あるね、あるよね。逆ありますか。上にしたいな、できれば。言うても焼肉だからね。うん、な、千谷さん、それなんか食べ放題か否かとか聞いちゃっても大丈夫なの、このターンになって。大体3点で焼肉屋だと、食べ放題ではないですかね。注文制ですかね、やっぱり。ああ、じゃあ高いよ。高いな。食べ放題で 3.0 は確かに高いもんな。いや逆だね。いや逆の方がいいと思う。逆の方がいいと思う。かな、そうだろうな、そうだろうな。泣きするわ。ちょっと手の思い聞きたい。ダークホースなんですけど。あの僕結構好きな食べ物トップ5に混ぜそば入ってます。おい、ちょっと待てよ。待てそれはあくまでも手が済んだのであって、そう、女の子連れていくかどうかの。女の子はあの、もう今度外視してます。僕はめっちゃ高いじゃん。あの女の子にどう思われるとか関係なく、あの僕は本当はここに行きたい。そうか、プテは人間性は素敵。プテは俺の彼氏なのか、俺の好きなところに来い。オラオラだな。でもまあやっぱりそういうなんかね、女の子に嫌がられちゃうのがあるから、うん、まあそれを考えてどうかなといった感じですね。うん、それを考えた。いやでもね、プテの人間性を考えるとこれちーちゃん抜くまであるぞ。いやお前そこはない。そこはない、お前。いや、そのオラオラ彼氏来ちゃう。もうオラオラしてる。全員オラオラしてるから。でもどうだろう。ちょっと自分もプレゼンをさせてもらいたいんだけど。あの富士屋はもうものすごい美味しいです、もちろん。ものすごい美味しいんだけど、ただその食べ放題がめちゃくちゃリーズナブルで、お茶の割には。うん。多分1500とかそこら辺値段的には。はい。うんうん、これ値段で比べてるわけじゃないからね。値段じゃないわけ。そう、値段じゃない。素敵かどうかよ。そう、素敵じゃない。だけどケーキ食べ放題ってのはやっぱりそのホテルのやつとかもあったりして、世の中にはね。そう。いろんなところに行きますと、食べ歩きに。そんな中で今回私が選んだのは富士屋のケーキバイキングっていう。ケーキっていう時点でこの中で一番上でしょ。そうなんです。そうなんだよ。結構みんなどこに女子受けがあるか見てほしい。何そのケーキバフ、みんなのケーキバフあるでしょ。あるよ。相手のこと考えてんじゃん。見て、混ぜそば屋とかさ、相手がいるから下がっちゃってるんですよね。本当だったら多分僕ソロだったらここなんですけど、デートっていうなんかその、はいはい、今日はじゃあ混ぜそば屋に行こうかってなって、女の子が、うん、あーまあそうだねっていう、そのなんかやり取りのだるさでここになっちゃってるっていう感じですかね。どういうこと、どういうこと、だるさでなんかその相手のことをちょっと手に話させてはいけない気がする、この話で。でも
だるさ、僕にとってはだるさデバフはかかってんやろ。だるさデバフはかかってるけど、そうそうそう、僕にとっては素敵なんで、まあ、この辺かなそうよね。デートプランで一番だるさと使っちゃいけない単語だよ。プテ今この位置で満足してる、ちなみに。いや、まあ大丈夫だと思う。ここかもしれないなって。この辺じゃないかな。魔球か魔をちょっと逆もある。それはだけない。そうなの？それはない。ないか。じゃあいいや、大丈夫。結構ワクワクスポットよ、言うて。あ、じゃあもう大丈夫、いいや、うん、ちょっとみんなケーキに対する信仰心高すぎない？ちょっと、いや、女の子をデートに連れてくときにこいつらみんな SL 広場とか行こうとしてんだから。まあまあ SL 広場ともかくね、 SL が営業のサラリーマンしかいねえよ、確か。普通にやった冷静にこのお題見てさ、どれから一番女を感じる、スナさんは。だってこれ見てみるよ、全部。そう、まずは本当に。まずは焼肉、ロイホ、SL 広場、恐竜、ケーキ。ケーキ、ああ、確かに。ケーキでしょ。そう、しかも食べログ 3.0 とか寂れたってみんな枕言葉つくもんね、なんかね。で、別にそんな強い枕言葉ついてないからさ。うん、ああ、そう言われると。いいんじゃね、うん、行きましょうか。そうなんだよ。はい。じゃあ、これ。まあ、まあ、下から行きますか、じゃあ。うん。うん、俺から行こうか。はい、はい、怖い。フルコン、新橋の SL 広場のみでのデートは8です。おお、まあ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 ま40です。おお、すげえ、はい、じゃあ行け、プテハシ、素敵なデートスポット、まぜそば屋、53。おお、大丈夫か、大丈夫か、ギリ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 、大丈夫か、刻んでるね。ちはや、素敵なデートスポット、食べログ3.0の焼肉屋、うん、54。おお、すげえ。マジ？まだいけてる。マジで。すごい。まだね。富士屋のケーキバイキング、57。やだ。すごい。刻んだ。すごい。これ。よくよく。いったらこれ。だいぶ寄ってるで。めっちゃすごい。40代と50代と50近くにいる。50代怖っ。めっちゃすごい。これよくクリアできたな。本当にすごい。ワンちゃん、ちかさんの右かなとも考えてたけど、まあ、焼肉なしとか思って、なんとか。綱渡りだな。いや、でもみんなお題出してる時にみっちみちなのは感じてたよね、もう完全に。微妙すぎた。そう、絶対先頭に行きたがらないからさ、なんでこれ、なんでだろうと思って。好きな利益は70ぐらいあるよ。ちなみにさ、これプテハシ単体で混ぜそば屋行くとしたらもう90ぐらいなの。98です、もう。98です。マルサデバフ45なのに。いや、マルサデバフめちゃくちゃ高かった。だいぶだるいね。だいぶだるい。それでも混ぜそばゲートで53、たっけえな。混ぜそば、たっけ。はぁ。こういうね。あ、よかったよかった。もう成功、嬉しい。やったー。強い。俺成功はすごい、本当に。いや、すげえなぁ。そんな接戦やのに。あ、嬉しい。ねえ。素晴らしい。勝ったな。これは神に。どうですか、これをこの間に誰か。恐竜博物館低いな、バキューカーの中で。いや、単体で行くなら90ぐらいあるよ。わかるわかる。でも、デバフで、デバフで。だからね。だるさじゃないから、だるさじゃないから、一緒にすんな。で、ちょっと、あの、高額まで行きたいんだけど、どうってんじゃん、博物館。デートで博物館って自分の中ではもう100に近いんだけど、もう恐竜だからとっておきのところに連れてってあげるよみたいな感じで博物館なんだよね。いや、でもスナさんそれ言って、で女の子に「えここなの？」っていう顔されて、ダルサデバフかかるから。博物館とか行ってダルそうな顔されたら結構立ち直れん自分。ちょっと、まあ、でも結局のところ今俺たちの想像してる女の子はケーキを求めてる女の子だから。あ、そうなんだ。恐竜博物館に連れてくっていうバフが、デバフがかかってる。 なるほどね。ぐらいからやっぱお題、お題、お題お願いします。なんか女の子関係聞いてみたいです。じゃあもういいですか。じゃあ、彼女として求めるもので。彼女
彼女に求めるもので、彼女に求めるもの、うん、彼女に求めるもの。じゃあ逆にこれ妻ではなくみたいな、結婚相手まではいかないっていう感じ、はい、そうですね、うん、はい、彼女やね、彼女、なるほど、なるほど、求めるもの、求めるもの、だいぶ変わるな、めちゃくちゃ低いのってほしい、ね、あースタさん1位いらない、あーそうだ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 、ちょっと動揺しちゃった、動揺しちゃった、毎回あとマイク食べてません、またま、え、またマイクちょっと一応話してるはずなんだけど、ちょっと話して口から話します、あーオッケーです、オッケー、これあーこれむずいなあ、見なければ行くよ俺、お願いします、お願いします、行きましょう、はい、じゃあ私が彼女に求めるもの、うん、私が彼女に求めるものは服装のセンスです。わかんないな。高めですよね。多分。いや、あのむずい。それはもうマジで。古川さんという人間だから。だって別に何に着てたって好きさかもしれないし。そう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 、ああそうか。ああ、それはあると思う。ああ、その通りだな。ま、まあ。真ん中行った行った行ったかな、あーまあまあね、うん、そうどうかなって言って、ね、またプレゼンします、はい、求めるもの、これ自分が言った方が指標になりそうなんで言ってみます、お願いします、はい、はい、千早が彼女に求めるもの、素の状態で楽、あ、これ結構そう、結構いりそう、しかもちいちゃん見た上でもめっちゃいりそう、うん、ちいちゃん主観見てもそんな感じ、うん、そうね、いやっていうか多分、うん、高いでしょこれは、ね、めちゃくちゃ高いと思う、これは高いだろうな、うん、やべえやべえ、超悩む、超悩む、あ、超悩む。スナさんとか特殊性癖持ってそうやから怖い。はい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 。もうやめろ。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 やめなさい。やればみたいなね。俺らの常識では考えられない。フェチズムも言うかもしれないからね、急に。じゃあ自分いいっすか。はい。はい。見た目の変化に気づかないことへの許容。これはじゃあプテハシさんは100だと、あ、まあ、数字言っちゃダメだけど高い気がする、いや、ね、だめっちゃむずい、あ、そうなんですね、あのうざいポイントが相当溜まってる、そう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 、これに対してめっちゃむずい、そう、逆に言えばこれに対してのうざいポイント溜まってんだろうな、プダイさんは、多分ね、まあ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 、まあ、一旦うちの皆さんは聞きますよ、うん、これ俺ちょっと見た、あ、じゃあ俺言っていい、うん、じゃあバケユカの、彼女に求めるものはペットボトルの蓋と本体を分別して捨てれる、おおマジで、えこうじゃないの、分からんな。いや、まあまあ気にしてそうやけどな。あとで聞いてみたいですね。性格とか内容とか。バッティが絶対気にする。気にすると思うよ。気にすると思うよ。みんな仲いいんだな。みんな知ってるんですね。お互いのことをすごいな。いや、そうか。はい。ユカで意外と気にするよ。きっと。津田さんいけるんだったら言ってほしいかも。あ、自分はじゃあじゃあ料理ができる、おっと高っ、あ、高そうな、ってでも、ね、スナさん自身結構料理好きやからさ、え、じゃあより一緒にしてほしい、あてなるんかな、か俺がするからいいパターンもある、ここ 私もできるから、まあ、できるに越したことはないけど、うん、まあそこそこ重要ぐらいな、まあめっちゃ低くはないけどこれぐらいかなっていう気もすんねんな、うん、そう、うん、そうやねん、別に私もやるよ、だけどできてくれたら嬉しいなぐらいのかもしれんなっていう気がすんねんよな、あ、まああとのプレゼンタイムでちょっと、うん、じゃあ俺は、あーそうね、そしたら俺は、あ、
じゃあ魔王の、彼女に求めること、地図が読める。お地図が読める。急に自己啓発本のタイトルきたな、うん、地図の読める彼女。いやどういうこと。じゃあちょっとまず訂正ちょっといいですか。じゃあすり合わせの方を、さっきのにちょっと引きずられないでほしくて、あの僕はあのこれよりももうはるかにだるいことはもうたくさんあるんですけど、まあ、まあまあ言うてもです。うん、あ言うてもな、ね、はい、はい、言うても、なるほどね、言うてもね、あ言うてもか、うん、うん、なんかあのなんだろうな、なんかゲームスマホゲーやってても許してくれるとかだったらめっちゃ高いです。ああ、うん、この許容か、うん、うん、砂雨さんのアピー聞きたいっす。ああそうだ、うん、ね、自分結構その部屋の掃除とか家事が好きで、で料理とかも全然やれといえばやるしぐらいな感じで、で美味しいものもその外で食べ歩きたいから、なんかそのどのくらい具体的にプレゼンしていいのかな、まあまあまあ、そのなくちゃ困るっていうよりも自分でやっちゃうっていうタイプなんで。ああ、うん、ほらね、別にないよっていう感じでもあるっていう。そうなのよ。なるほどね。うん、まあでもさんのアピください。僕はどれくらいアピしていいか難しいなこれな。そう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 。中身を見るタイプ。まあでもとにかくもう、うん、逆に他の一番求めることで言うと趣味が合うとかそういうこと言う。うん、うん、だからまあね。でもね、見た目絶対全然気にしないってわけじゃないけども、うーん、まあ、もちろんあったら嬉しいんだよね、もちろん。そう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 、全てにおいて、あってありがとう。やばい、この辺ちょっと真ん中ら辺むずくなって、むずそう。一旦バケイカプレゼンいいですか。あ、欲しい。あの地図読める方があの100倍嬉しいです。おお、ペットボトルどうでもそうなの、そうでもいいです、そうでもいいです。それぐらい許します、僕は。ほら全然、掃除するときに分けないのが地図読める。あ、はいはい、全然地図読める方が嬉しいです。あ、なるほど、全然嬉しいです。うん、すいません、ちゃんとお願いします。どうでもいいんだ。あ、なんかトゲが。いや別にトゲはないよ。いや彼女には求めん、彼女には求めない。僕フルコンさんの右か左か分かんないな。いやむずい、フルスナップテ、フルスナップテだねここは。うん、そうですね、ここがめっちゃむずくなった今。あ、でもね、砂雨さんよりはね絶対こっち側にいると思う。あ、いやプテさん結構言うても高いよ。いやいやそんなことない。そのいや僕は本当にまあ、うん、まあこれ、まあこれがあったらまあありがたいな程度です、本当に。あ、うん、じゃあプテスナフルじゃない。いやいやいや、プテスナフル、あ、そういうこと、こういうこと、こういうこと、こういうこと、フルコンさん思ってました、俺は。そんなにもうちょっと下がりたいな。こうじゃない、フルコンさん下げたい。砂こうかもしれないけど、こうかもしれない。あ、そう、それわかる。そこか、もうフルコンさんプテ端のどっちかだと思う、うん。ここまでは固定でいいと思う、この左右4つ。接戦はしてそうだと思う、だいぶ。いや、どうかな。いや、これでいこうか。はい。ちなみに、真央くんがちょっと怖がってる気がするけど。いや、ちょっと化け魔も結構ね、接戦だと思うんだよね。いや、でも、地図読めるって結構スキル。いや、ちなみに俺の、地図が読めるに関してのアピをさせてもらうと、まあ、うん、ぶっちゃけ、まあ、地図読めなくても全然よくて俺が読むしぐらいのテンション感ではある。うん、まあもちろん読めるに越したことはないぐらいでね。読めるとしてもちゃんとiPhone 取り出して自分の向いてる方向ボタンを押したら、あ、こっちだねって言えようが言えないが気にしないぐらいの、はいはいはい、レベル。いや、ちょっと待って、僕ちょっとこうしていい、うんうん、あ、なるほど。まあこれは、ね、多分そうだと思う。まあまあまあ、多分なってると思う、うん、ここはね、いいと思う、うん、それもいいと思う。いいよ、下がろう、うん、そこは引き下がろう。はい、いいと思う。いや、もう僕は変えない、マオ君。オッケー、僕の方がどうでもいい、変えなくていいと思う、うん、それではじゃあどっちから行く、下から行きますか。大丈夫、はい、下揉めてたけど下から行っても、いやでも
まあ、あ、まあ、大上はあれだけど、まあ、うん、そうだね。上、うん、そうや、ちーちゃんはなんか確定っぽいけどね。じゃあ、じゃあ、上から行きましょう。上から行きましょう。あ、オッケー、オッケー、オッケー、上から行きましょう。わかりました。ちはやが彼女に求めること。素の状態で楽。うん。93点。やっぱり高いね、やっぱ。高いね。うんうんうん。それぐらいある。まあね。これはもう一番もいりそう。いや、今回このプテフルの譲り合い的にこっからが一気に下がる気がするんだよね。いや、そうだね。そうそうそう。うん、そうだね。お願いします。こっから混戦よ。そこでも神輿の頂点に立ったな。そう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 。スナザメが彼女に求める料理ができる、うん、38。ちょっと低くない？やばくない？低い気がする。なんでも低い。なんいやだからすごいプテフルがもっと低いんじゃないかと思い始めちゃって。お願いします。まあ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 、まあ、まあ。また、あ、していきましょうか。はい。はい、フルコンが、彼女に求める服装のセンス。うん。35。おお、すごい、やったね、すごい、すごい、プテ橋が、プテ橋が怖い。彼女に求めるもの、見た目の変化に気づかないことへの許容。はい。37。おお、いやマジか、変えなければ。変えない選択だったか。惜しい。やっぱここ接戦だったな。お願いします、真央さん。真央が彼女に求めること、地図が読める、30。おお、30、結構高かった。結構高いな。もうちょい、そうだね、うん、もうそうか。で37、俺みんな真ん中ぐらいで戦ってると思ってたから。あ、はいはいはい、感覚的にはそんな感じだけど。はい、バケユカの彼女には求めるどうでもいいこと、ペットボトル分別6です。6。いや、変えないのが正解だったのか。でも難かったな、こっち。かかった。いや、でもこれはでもむずい、本当にむずい。数字寄りすぎだって。てか、そうなんよ、こんな寄る。あと35、37ってだいぶ近いな。いや、でも砂沢さんよく38で上から2つ目いけましたね、これ、うん、ね。いやだ、ちょっとみんなどうぞって言うからさ、37で上から3番目はいけなかったら、だいぶ低いな、この人たちと思って。そう、俺もそう思ってきたから、ちょっと聞きたかった感じやったよ、うん。あ、なるほど。そう、俺もときメモで出会った瞬間変えられないギリギリのレベル。そう、容姿パラが低いとね、急に変えるから、ね、顔見た瞬間そこのギリラインぐらいやったんや。なるほど。そう、でもよくこれでいけたな、マジで。ねえ、うん、いや、これは頑張ったよ、俺ら。頑張ったね。よく頑張った。50ぐらいで戦ってるもんだったすごいわ。よく、ね、よくバランス取ったら、すごいわ。